投手ネオおかしい。こちらすでに貼られた画像、球速が140キロ行くか行かないか程度になってしまいました。どうしてこうなった。ひでえ。コントロールええやん。スピードから球質へのチェンジやろ。というかコントロールもあかんやん。知らん間にこんなことになってた。数年後また野手とかやるんかな。藤波から球速をなくした姿、ガチで人材の墓場やな。Y の知ってるネオは確か150前後が平均球速だったはず。早いとこ現役ドラフト出してやれ。プロ続けるなら安しかないよ。もう中日ドラゴンズの魔改造や。ああ壊しちゃった。俺知ってる。パワポケの天童も球速落として変化球伸ばして伸び球持ち重い球取得してたからいけるで。正直ネオは中日じゃなくてもダメやったやろ。去年も割と打たれて取ってたし、こんなもんや。吉田も今日の球速これくらいだったんだよな。どうせ夏にはテコ入れで一軍で投げてるしょ。ネオの登板が最大のファンサービス。野手なら一軍やろ。カリステも土田も1割台前半やし、すでに40代一郎並みの球速に。去年後半の一軍での中継ぎ登板からまさかこんなことになってしまうとは。大谷が二刀流失敗してたらこんな感じになって叩かれてそう。ご視聴ありがとうございました。